まあ、地元の友達から電話が来たって話なんですけど、ほう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 、まあ一人暮らししてまあ半年、そうですね、経ちまして、半年ほど経ちまして、まあ慣れてきたんですけど、うん、いかがですか？まあ、それがね、その人様にお伝えできるほどの何も起きないんですよ。やっぱその誰かと住んでる時ってやっぱり人間と人間との関わりですから、うん、何かが起こるんですよね。はいはい、やっぱその日の状況やその機嫌とかによっていろんなハプニングが起こるんですけど、やっぱ一人暮らしで、しかもまあ僕基本的にその寝に帰るぐらいなんで、本当に何も起きない。だから逆に言ったら平和ですね。ああ、なるほどね。すごく心穏やかに今一人で過ごしてらっしゃると。はい。ああ、なるほどなるほど。まあ、楽しいは楽しいんですけど、はいはいはい、やっぱ寂しいんですよ。やっぱり寂しさってあるもんですか？寂しさありますよ。ふとした時に。ふとした時に、ああ、一人って思うんですけど、はいはいはい、まあ、そんなタイミングでその地元の友達が電話がかかってきました。はいはいはい。はい、寂しいと思ったタイミングでの友達からの電話で、うわ嬉しいと思って出たんですよ、うん、中学校の同級生で、はい、でまあ仲いいやつやったんですけど、まあちょっと変わってるやつで、自分のことすごく好きなやつなんですよ、うん、はい、あの中学ぐらいの時ってね、僕らの時にみんなワックスとかそこら辺でつけ始めるんですよ。あ、髪型なんかちょっといじり整え始めたりとか、はい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 、でも覚えてんのが、もうそいつ喋ってる時にね、ずーっとここいじってんすよ、こうやってもう何がちゃうねんそれのって思うんですけど、なんか本人声で、でもう好きあらば鏡って自分のこのやって、一番意味分かんなかったのが、プールの授業の時、プール入るじゃないですか、はいはいはい、でちょっと上がるじゃないですか、上がって鏡で確認してもう一回プール入ってくるんですよ。何がしたいねんと思ってどうせすぐ水の中に、でもその水で濡れた俺の髪型どうやろうなんですよ、きっと。でもええやつなんですよ、その自分のこと好きやのもおもろいし、うんうん、まあ、友達思いのええやつで、でまあちょくちょく連絡取りやってるんですけど、で電話がかかってきて何回な思って出て、はいはいはい、どうしたって聞いたら、あの M1 グランプリの大会が、円盤戦の大会が、まあ、今年もちょっとやってまして、12月24日に決勝戦なんですけど、はい、まあ、今年も出場して、はい、まあ、3回戦で負けちゃったんですよ。いやでも、ね、すごいですよ、2回戦までちゃんとね、出てるというか、まあ、で3回戦まで行くと M1 さんは優しいのが動画上げてくれるんですよ、 YouTube に。おー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 、全組の動画をネタ上げてくれるんで、はいはい、それを見たよって連絡やったんですよ、うん、いやありがとうって言ったんですけど、僕自分では見れてないんですよ、その動画。あ、そうなんだ。その理由が、まあ、3回戦で負けたということは、うん、3回戦そんな受けなかったんですよ。受かってたら受けてる動画なんですよ、はい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 、落ちてるということはそんな受けてないんですよ、はい、で自分も自覚あるし、はい、でもその悔しいのとちょっと恥ずかしいのといろんな感情で自分の動画見れてないんですよ。なるほどね。でも向こうはその見たよってなって、うん、面白かったよみたいなこと言ってくれて、うん、いいやつなんですよ、うんうんうん、でありがとうとは言うたんですけど、でその自分では見れてないねみたいなことを僕言うたんですよ、はい、そしたら、え、なんでよ、うん、なんでよって言われて、うん、僕てっきりそのなんか芸人なんか見てちゃんとやれよみたいなことを言われると思ったんですけど、どうしたって聞いてくれて、はい、で実はこうこうこうで、まあ、落ちたしあんま受けてないっても自分で分かってるから恥ずかしいねみたいなことを言うたんですよ、うんうんうん、ほんなら、あ、それ分かるわって言い始めて、その気持ち、俺もあるわそういうことって言って、あ、そうな、どういうことって聞いたら、いや俺もさ、その夜遅くまで飲んでて、うん、で次の日朝会社行くために顔洗って、うん、鏡で自分の姿見んの嫌やもんって、それは一緒ちゃうやろと思って、何お前何言うてんのって、じゃあ俺が M1 の動画自分で受けてないの恥ずかしいから見れないのと、お前が朝顔むくんでんの自分で見る嫌やとは全然違うでって思って、でも本人はでもなんか、いや分かる、気持ち分かるわ、自分で自分の見れへんよなみたいな、すごい言うてくれるんですけど、はい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 、なんかでもね、元気になりました、それで。そうだよね、はい、でも俺、その人の言うことよくわかるような気がするんだけど、はい、なんか、あのこれは本当の俺ではないみたいなのを見せられるのが嫌って感じじゃないの。あ、まあ、そうか、そういう確かにだよね、なんかむくんでる自分っていうのはね。でもなんか、だいぶ遠い気がするんですよね。確かに、ね、パフォーマンス的にそうもっと受けてるのが本来やぞっていう、そう、あの自分イメージとしてはこんなんじゃないはずだっていうのを客観的に見せられるのが嫌だと、はい、でもなんかそれをまあすごくそれもちょっと分かるんですけど、すぐにそのむくんだ自分を見るのが嫌って出る時点で、こいつ中学の時は何も変わってないと思ってそれこの時のあいつと何も変わってないって思って、電話でしょ、電話です、だから顔は見えないんだよね、その話してる時にね、そう、はい、多分こうやりながらするんじゃないかなっていう気がするんだけどもね。はい、社会人あんま襟足伸ばすなよと思いますけど、ね、いやでもなんか堂本剛って名前じゃないよ。同じ奈良ですよね。大先輩。彼も結構こういうふうによくやってるじゃないですか。いや本当にまあ連れも出たんでね。ねえ、いい人ですよ。はい、ちょっとまあいい友達持ってね。とこまで行って、今度は一緒にそいつと動画見れるようにね。ああ、いいですね。一生懸命頑張りますんで、ありがとうございます。いや。奥倉君もここをこういじりながらやった方がいいかもしれないですね。今30超えてこれやったやつなかなか見てられないですけど、ね、
お笑いアイドルを目指す急な方向転換でユッティさんのようにそうですよね僕が銀色の服着始めたらみんな応援してください今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日、はい、また明日。